倉本俊彦はその守備範囲の狭さから絶望を与える守備力と言われた。倉本は周りの反対を押し切り横浜高校に進学し、レギュラーに定着した。倉本の実名は日立ソフトボール部の倉本美穂である。エラーが多すぎて野球ゲームのポジション適性がいいになった。練習しすぎてもう帰れと言われるほど努力の天才だった。高校時代の渡辺監督に倉本がプロに行くとは思わなかったと言われた。ルーキー時代には44年ぶりに新人開幕スタメンを勝ち取った。社会人時代には鳥谷二世と呼ばれるほど注目を浴びていた。試合前のノックで緩いプレーをしていたらソフトバンクの選手にプレーが緩いと言われた。セカンドゴロをヒットにしてしまうため倉本前ヒットが生まれるようになった。